あの子の私は若かった、私のひげも黒かったなどと歌っている場合ではございませんね。はい、私スピリッツはオールウェイズウィズユー。ボアハハハハシンコプリーズボアハハハハ。なんで俺が断る。俺様は今絶賛フェードアウト中だったんだ。これ以上目立ってたまるか。めてめて、そんなにうますぎる話に俺様が引っかかると思うなよ。どうせ全部聞いちゃうのにさ。ゴミ死に置きよ。まだと言われて待つ者がいますか。もしや、もしや私が最強。よしかげ、我が息子よ、お前は今どこにいるのだ。顔もおそらく名前さえ変え息を潜め、なんという惨めだ。それに引き換え、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体は絶滅したかに見えた。お前はもう死んでいる。いやいや、何を言っとるのかね君たち。俺たちは明るい未来を担う健全な高校生だぞ。生ビールだとアルコール不謹慎な。このクソ暑い中流れる汗も何の空を、ひんやりと口元に触れるジョッキより溢れる泡をかき分けてさーっと飲み干す最初の一杯かか。今ここで笑われっぱなしでは我々の負けなのですよ。笑われたらその分笑い返してやる。それ以外に我々のプライドを保つ道はないのでありません。そしてそれは我々の儚いポリシーでもあるのです。コエマ、あんた恨めしに命をかけてくれたよな。俺もかけるぜ。しけた命だがな。クワバラ、ほらよ、根がとことん負けず嫌いでな。調子のいいこと言うな。こうしている間にも世界征服を狙うめっちゃんこドーしょうもない悪人どもがドラゴンボールを見つけ出しておるかもしれんのだぞ。話せカカロット。バカめ、くっついていては貴様もただではすまんぞ。話せ、俺が悪かった。二度ともうこの星には来ん。さあ約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて偉大な研究に没頭したいんだ、ね、もうね、一緒にね、ええ、言いたいですよ。おなんじゃそなたはって。もうそれ今大好き。あの赤いの見つ、そう、もうルビーだと思うんですよ。で引っ張って、うん、それでなんじゃ言って、え、なんて言ったんでしたっけ。なんじゃだっけ。誰だそなたは。誰じゃそなたはかな。誰じゃそなたは。うるさいこの野郎。誰じゃそなたは。誰じゃそなたは。どこのドイツじゃ。なんか突っ込んでても丁寧でいいわね。そなたはよ。そなたね。ね。だってまあワンピースの中でね、お笑いパートって2人しかいないんですよ。ね。だからうっそっか、まあ、完全にそうでしたよ。あなたお笑いパートでした。でしたよ。でした。はい。で、今回はね、どっかにね、漫才かなんかのシーン入れてほしかったなという、もうこうなったらみたいな、まあ、そういった意味で楽しい。まあアフレコやってる時ね、もう全身全霊ね、はい、使って演技する方ですので、すごいです。熱量が、ね、それはもう千葉さんにはかないません。いや、もう僕は やけくそですから。共闘というので、ルフィには多分ハンコクは協力するだろうなっていうのは分かったんですけど、台本読む前までは他の人と組むかなってちょっと不思議だったんですよね。やっぱり組んではいなかったですよね。まあ、ルフィに協力、ね、とにかくルフィに協力する。でも共闘といっても俺ねえ、蹴られただけですからね。マギー何をしたんだろうか。ずっと逃げてましたしね。マギーは逃げてましたよね、一生懸命ね、うん、いやストーリーに絡んでないんですよ私。
もう死に死ぬのために走り回って叫んでやってるだけですから、ね、出てきたすぐの頃にバギー玉をね発射発射って言ってすごいもうバギーが大口開けてる絵なんですよ。発射って言ってもう本当に大口なんですよ。その時に発射って言える人なんですよ。それでそれを OK にせざるを得ないこのなんだろう、そのままだから発射っていうのがオンエアになってるんですよ。でも口はどう見たって発射ってこう叫んでる顔なんですけど、このそれができる勇気と勇気ですよこれなんだろう、ブランド千葉茂、うん、ブランド、そうですね、本当にこれはすごい、もっと褒めて何でもないところで竹馬に乗って、バギーがね竹馬に乗ってこう行き通り過ぎて、セリフなんか書いてないんです、何でもないんです、何でもないんですけど、日本の皆さんこれが竹馬だよって言って何だろう、何でもないんですけど、ものすごいおかしかったですね。おかしい。あと何だっけ、バギーが体バラバラ、うん、になるじゃないですか、うんうんうん、それでバラバラになりながらもう走ってる時に右足が映った時に右足ってでカット変わって左足が一生懸命走ってるところで左足とか言って OK でしたよ ね本当に自分で飽きちゃうんですよ。ラステス本番ってこうテストラステス本番ってあったら、はい、本当にねもうテストで爆笑してまたラステスでそれを言ってほしいんですけどもう言わないんですね、飽きちゃうんです、自分が飽きちゃうんです、自分が飽きちゃうんです、自分が飽きちゃう、でまたどん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 こう変わっていくんですけどね、で本番で外すんですよね。いやっていうかね、本番ってさ笑い声出せないじゃないですか、みんなね揺れてるんですけど、本人としてはやっぱり本番受けなかったんですよ。受けるわけないじゃないですか。だって音出せないんだから。そうそうそう、本人はね、多分そういう感じなんですよ。本番受けボールペンぐらい落としてくれたらいいじゃん。いやいやいや、だって音出せない。みんなね、いや揺れてるんですよ。こういう感じですよ。だって声出せないから。なんかね、なんか銭湯の脱衣所のね、こうマッサージ機に座ったこう。例えが、ね、一段みたいなね。わかりますか。千葉さんのシーンは自分が出てなくても後ろの方に座って見させていただいてこうやって揺れてました。ね。私がデビュー当時の頃のことなんですけど、こけるときにすももっとおっしゃったら背景がすももになってるんですよ。すごいでしょ、まあ、それだけ映画できてないっていうことなんですけど、ね、ありましたね、うん、で私それデビュー当時だから、はいはい、でそのこけるときになぜすももというのかが意味が分からなくていやつい言っちゃったんでね、ねたら先輩がね、お前なんてこと言ってんだってね、なんだろう結構怒られたんですけど、オンエア見たら本当にスモモが3個飛んでました。もう絵がそうなっちゃうし、もう一個分からなかったのが、うん、中野看護学校って言ってこけたんですけど中野看護学校にはどういう意味があるのか分かんなくて聞いたら意味なんかないってそれはそうですよね、ついね口走っちゃうんですよね、なんか見えたものを言ったりしてるらしいんですよ、ね、それがデビュー当時だったんで、うん、そういうものなのかなって、あ声優さんってそういう風にやるのかなって私勘違いしちゃいました先輩。どうやら私の勘は当たっていたようです。なんとあの UFO が今日のゲストの皆さんを運んできてくれました。まず最初に出てきたのはなんと私とキュウリ2つのウリ2つのあなたの背後霊こと千葉茂さんではないかいな。そしてもう一人歩くギャグマシンガン女チャップリンこと田中真由美さん。いやすごいですね、すごいですね、あんなところまでね、えなんか10年も経ったそうで、どうも、10年あっという間ですね。ねえ、年取るはずですね。でまあ、私はね、10年間というものをね、はい、それからラム親衛隊の最高幹部会議長としてです。私はもう、そうですよね。ましたからね、だいたい普段こう僕とねこう似たような役をこう結構吠える役が多いですけどね。そうですね、ほとんど吠えてますよ ね、ほとんど吠えまくってますね。いや私この役いただいた時は女の役だっつんで喜んで行ったんですよ。そしたら俺は女だって言わなきゃ分かんないような女だったんですね。とんでもないですね。驚きました、しかしね、僕も大体血管ぶち切れそうな感じのねシチュエーションばっかりだったんで、そうですね、時にはねこう屋根の上に登ってねおたけば上げたりね、ねもう暗い4畳半の部屋でねプロテクトギアを作ったりね、もう
いろんなことありましたよ、なんかセーラー服着てね校内走り回ったりとか、うん、まあ思い起こせばねいろいろありましたけども、まあなんか、はい、いろいろ喋ってるようですけど一生喋っててください。はい、一生喋りましょう。ちょっと待って、リュウちゃん、リュウちゃん。そして次なるゲストは、僕はね、うん、本当に一番好きなのはねこたつ猫なんですね。あれ静かでしょ。ただこたつに座ってね薬でプッと吹かしてるとかね、はい、茶ずずっと飲んでるとかね、はい、それだけであれだけの存在感を持てるわけですよ。え、こたつ猫に声優さんいらっしゃった。いました、西村智弘君ですね。あのふはへとか台本いらないですよね。ギャラ同じなんですか。同じなんだ。ギャラしてる俺と同じギャラもらってこれやるんだよ。いやでも理不尽ですよ、ね、そうそう、すっごい喋ってもハフヘでも同じ、ね、同じ、ね、ただ、まあ、番組上ですね、はい、一応それはメガネが嫌いってわけにいかないじゃないですか。そうですよ、ね、すごい長い前振りでしたね、はい、じゃあ番組上メガネが好きだということにして。そうです、ただ、まあ、メガネは本当にね、まあ、あの僕の分身みたいな感じですね、思ってやってましたのでね、うん、やはりメガネと、いうのは僕でしょう。千葉さんが、このうるせえ奴らの中でおすすめの回というのは、あ、もうやっぱりこれでしょうね。あの僕この回やってですね寿命が3日縮みましたね。そのね、ちょっとそういったあの、回をねぜひ皆さん見てください。すごい、もうとにかくあのさっき の, あの絶叫するシーンなんですけど、はい、あそこだけで約2分すごいね、あるんですよね。シェイクスピアみたいですね。これあのねほとんど息できないんですよ。それであのテンションがこうコロコロ変わりますでしょ。叫んでるところとかそっと言ってるところとかね、うん、瞬時にこう変わってくるんでね、はい、それに合わせなきゃいけないわけですよ、はい、これは大変でしたね。今日はですね、貴重なものをお借りしてきました。あの当時のうるせえやつらの台本なんです。まさにあのさよならの季節の回です。あ、これあの音響監督の柴さんのサインですね。であの先ほどのねセリフの部分をこれ開けてですね見てみますと、すこのメガネって書いてあるところがありましてね、はい、全部丸瀬になってます。そうそうそう、この丸瀬っていうのは何ですか。この要はね、これ収録した時に絵がなかったんですよ、うんうん、まだできてないできてなかったんです、はい、ほとんどね動きができてなくって大体できてないんですよ、うん、本当にですから表情変化とかそういったものが全くわからない状況で、はい、いわゆるこうセリフとかね、はい、赤線だ青線だとか出てくるところで合わせてじゃあさっき の, あの眼鏡が部屋中走り回るとか一切言わない枕を噛むとかああいうのもなしない線だけ具体的にないんですよ、はい、動きがね、はいはいはい、だから僕らに情報として入ってないんですよ、はいはいはい、だ多分こういうことやってるんであろうということで想像するの想像してやってるわけですよね、すごいね、うん、すごい。ただ逆に言えば そこが柵が上がってないってことはそこの柵が大変っていう意味なんですよね。ですよね。いやそれは今の動き見ればそうですよね。さらにすごいのがですねめくっていくとですねシーンは続くんだけれどもあのセリフのところキューって書いてあってガシムガーとかあとは何も書いてないんですよこれね。そうです、ガシム好きにやれガシムお任せお任せ、だからまあ逆に言えばそういった風にして、多分こういったことを言いたいんだろうとかね、うん、またあのメガネだったらこんなこと言ってもおかしくないんじゃないかというようなやはりいい意味でのその暴走する要するに遊べる、はい、そのいわゆるこう揺らぎのこの隙間を開けといてくれるんですよね、うんうん、あとは千葉ちゃんよろしくねっていう部分、ね、よろしく、でそれで、そうかそうかじゃあそこまでね揺らぎを作ってくれるんだったらじゃあやってやろうじゃないかって頑張るわけですよ一生懸命ね、うん、それでその一生懸命やったことによってストーリーそのものにちょっと影響を与えることができるわけですよ、うん、いや多大な影響を、例えば次回からはその、僕が勝手に言ったことをそのままそのドラマの中にこう取り入れてくれて、うんもともとだからないわけですよね、はいはい、それがどん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 そのドラマそのものストーリーそのものにちょっとずつこう影響を与えて、うんうん